こんにちは、なちこです。本日の旅は上野駅からスタートします。本日は2022年の7月の1日、金曜日だったんですが、午前中にちょっと御用があったのでお休みをしたんですね。なのでせっかくだからと思って午後から東北新幹線に乗って会津若松方面に遊びに行くことにしました。先に予定が早く終わったので上辺して早い電車に乗ったんですね。なので郡山で磐越西線に乗り換えたんですけれども、こちらの方は指定席ではなくって普通の電車に乗りました。せっかくなんでね、この先頭車両で、ね、張り付いて見てみましたよ。磐越西線はね、会津若松でスイッチバックになるのでね、雪止まりがどんなになるのかなと思って見ておりました。はい、会津若松駅に到着いたしましたね。ホームにはなんかこんなのがあったりとか、それからねマスコットの赤べこなんかがいたりします。結構ね実物大きかったですね。これで駅の外にいたらまた赤べこがいました。これねボタンを押すとなんか音楽が鳴ったりしましたよ。それから会津若松駅は駅の前に会津っ子宣言があったり、それからね白虎隊の像があったりします。これ地下道の入り口もねお城みたいな感じで結構凝った作りでしたね。本日宿泊するのは会津若松ワシントンホテルです。お部屋の中はこんな風にね普通っていう感じです。7500円くらいだったかと思います。1泊2泊いたしました。窓の外はねこんな風にちょっと街が見える感じで、お風呂も本当に普通のビジネスホテルっていう感じです。では早速観光に出かけましょう。会津若松はね、街中周遊バスの赤べっていうのとハイカラさんっていうのが通ってるんですね。で、1日券が600円なんで3回以上乗ったら得なんです。せっかくなのでこのチケットを買って赤べに乗ってですね、まずは飯盛山に行きました。飯盛山ね結構観光地だと思うんですけれども、まあ夕方だったせいもありますがこんな風に誰もいなかったんですね。ちょっとびっくりするぐらい人がいなかったんです。でこのねフリー乗車券を見せるとこういったエスカレーターとかね、それから入場券が割引になります。こちらもね250円のところ230円に割引になりました。で飯盛山といえばね、やはり白虎隊の悲劇のお話が有名かと思います。で会津藩はね武家のご子息を集めて編成した白虎隊をね、戊辰戦争の時に新軍路のね16橋を落とすこと失敗しちゃったんで、結局後方支援で回っていたこの若い青年たちを前線に送らなければならなかったんですよね。殿口原合戦からね逃げ延びてきて、殿口関の道門をくぐってね水路を通って飯盛山にたどり着いた若い青年たちですけれども、ここから鶴ヶ城の天守閣を見た時にね黒煙が上がっていて、それを見てねお城が落ちたと勘違いして自決したというお話になっておりますけれども、実際はね少し違うというふうに言われています。こちら白虎隊のお墓になっておりまして、お線香が近くで販売されておりましたので手向けてまいりました。ではね先を進みましょうか。飯盛山を降りていくとありますのが有名なサザエ堂になります、ね、ちょっとこんな風に見ただけでも変わった形しておりますよね。六角三層の構造になっています。1796年寛政8年に建立された高さ 16.5 メートルのお堂になっています。正式には円通三尊堂という名前なんですね。で内部は二重螺旋構造の回廊になっておりまして、上りと下りが別通路になっています。同じところを通らない構造ってねすごい珍しいですね。一筆書きっていうふうに言われてますけれども、参拝者は道内を参りすることで33観音参りができるということになっていたそうです。もともとねここに33観音あったそうなんですね。なかなか世界的にも珍しい建築様式ということで国の重要文化財に指定されています。もともと飯盛山には正倉寺というお寺があったそうで、そこのねご住職であった幾道さんという方が考案したんだそうですよ。
はい、外に出てきましたね。こちらに入場するには400円の入館料がかかります。はい、ではね、その先を行きましょうかね。こんな風に回る順番でね、こう数字のね札が立っているんですね。なので迷わず効率的に回れるかと思います。謝罪堂を出ますと弁天様と言われている厳島神社があります。結構古いもので1381年頃って言ったかな、正倉寺の、ね、別棟として建立されたものだそうです。こちらが殿口石洞穴というところですね。先ほどお話しした白虎隊が逃げてきた洞穴になります。こうやって見るとね、水の流れも結構急なんですね。で、実際は怪我をせずに戻ってこれた子は6人ぐらいだっていうふうに聞いてますので、怪我をした体でね、こんなところをどんな思いで通ってきたのかと思うと本当に涙が出そうなお話でした。はい、続いてやってきたのは鶴ヶ城です。バスの時間が全然なくてね、40分ぐらいロスしちゃったんですね。それでお城に入る時間にはちょっと間に合わなかったんです。この鶴ヶ城ですけれども、1592年に蒲生氏郷が建てたというふうに言われていますね。その後1593年に望楼型の天守閣を作ったそうです。あ、この今見えているお堀、これ40メートルぐらい、すごい幅広のお堀なんですが、これも特徴的です。会津ならではのお堀になっています。で、話は戻りますけれども、その後上杉景勝また蒲生に戻って、その後がね、あの 松山の時にちょっとお話しした加藤義明さん、この方が会津に入られるんですね。で、その時になんと大地震が起こってしまって、このお城も結構傷んだそうです。それでね、結構作り変えて今の形になったと言われています。ね、石垣もこんな風にちょっと独特な感じですよね。平成23年にはこの赤い瓦に吹き替えられたので、当時の形にね、より近づいたというふうに言われています。平成27年には天守閣再建50周年ということで、この天守閣ももう50年経ったそうですよ。ちょっともう夕方なんでね、西日を背負っちゃっておりますけれども、暗いですがまだ見えますかね。こちらは御3階跡、そしてこの右側が本丸跡になります。今はね、こんな芝生の公園になっております。で、先を進みますとありますのが茶室の輪郭になります。こちらは豊臣秀吉によってね、千利休が切腹を命じられた時に蒲生氏郷がその娘婿をかくまっていたという場所になっておりますね。はい、それから高石垣の方にも上がってきましたよ。結構高いですよね。下の方に先ほどのお堀が見えます。ね、天守台綺麗ですよね。この石垣は天守台400年以上前の蒲生氏郷の時に作られたものだそうです。自然石を加工せずにね、そのまま積んでいる野面積みっていうのかな、そういう積み方だそうです、ね、なかなか美しいですよね。こちらはなんか大河ドラマの時に皆さんが植樹された木が今こんな風に育ったそうですよ。はい、ではね、次の場所に移動しましょう。実はまだバスがあると思っていたんですが、なんと6時台とか7時台のバスがなくなっていたんですね。なので七日町に行くのに私は2キロ強ですかね、ちょっと歩いていくことにしました。街並みがとても綺麗で変わっているので、歩いていても苦ではないんですが、この日何しろ37度ぐらいあったので、それがちょっと辛かったですかね。こんな風にちょっと古い造りの建物とか、それからオクラみたいな造りの建物もあるんですね。七日町はなかなかレトロな素敵な雰囲気の街です。これはね、白木屋さんだったかな、代表的な建物だそうです。これ清水屋旅館跡というところで、あの新選組のね、土方歳三の治療した場所だというふうに言われています。ね、こんな風に古い造りの建物、それからオクラみたいな建物が結構ありますよね。
で、この日はなんか地域のお祭りをやっていたんですね。なのでなんか人だかりがすごいところがありました。皆さんね、ここに向かって歩いて行ってました。で、私の目的地はこちらの渋川丼屋さんです。七日町通りに面した木造2階建ての店舗ですけれども、大正時代に建て替えられたということですが、大変古い海鮮丼屋さんですね。で、こちらホテルにもなっているんですが、レストランもあるんです。ね、このキリンビールの看板なんていつからあるんでしょうね。お庭もとっても素敵ですよね。こちらはね、226事件の時に連座して民間人として処刑された渋川善介さんゆかりのお家だそうです。こちらのね、息子さんだったそうなんですよね。なので、後に取材で三島由紀夫さんとか、それから松本清張さんもお泊まりになったということで、大変有名な宿泊所になっています。あ、このね、ツヤツヤの廊下の先がお手洗いになってるんですよ。ほら、洗面台がね、たくさんあってちょっと素敵ですよね。お品書きはだいたい3000円、4000円ぐらいのものが多くて、郷土料理がありました。それからね、有名な会津牛のステーキやなんかもいただくことができます。私はね、この郷土料理とステーキを一緒に食べれるコースにしましたね。イカ人参とか小豆油、それとこの会津牛ですね。すっごい油がいっぱいあってですね、こう小さく感じるんですけど、結構たっぷりっていう感じでした、ね、素敵な建物で素敵なお食事をいただいて、あとは帰るだけです。七日町の駅に来まして、こちらカフェになってるんですけれども、お時間でこちらも閉まっていたんですね。駅の中も結構レトロな素敵な作りになっています。ホームに来ました。はい、駅舎を出てホームの方にやってまいりました。あ、磐梯山も見えていますね。こちらの七日町駅は単式ホーム一面一線ですね。無人駅です。で、停車するのは只見線と、それから会津鉄道会津線ですね。会津線かな、これはね。ボロボロですけどね、可愛いですよね、なんかね。こちらの電車で会津若松駅まで戻ることにしました。はい、会津若松駅です ね、スイッチバックなんで、この行き止まりがあるんですよね。駅の横にはスーパーがありまして、こちらのスーパーでスイカを買ってホテルに戻りました。本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。この動画がいいなと思う方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。